はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。本日はこちらのビナーのね、進化使ってプレイしていこうと思います。でビナー進化なんですけれども、まあ、マイスイ M アンチウィンド回復 M で SS3 チャージと SS3 チャージ M かと状態上回復、まあ、このクエストで結構生きるとは思うんだよね。というわけでやっていきましょう。最近のこのクエストの主流って私の中ではホーミングだよね。パーシバルか。パーシバルで、艦隊、まあ、艦隊組むと電線切りでやれちゃうけど、まあ、2体ぐらい編成して、あと、私はコルセア積んで、運枠1体適当に積んで、ホーミングによりね、サソリの、ほぼほぼ同時処理ぐらいの勢いを毎回やって回復しながらっていうのが、私の中での基本のプレイなんですけど、まあ、このクエストが出た当初だと、まあ、普通にロビンフトとか積んでやってたんですよ。それに近いよね、今回は。もうしっかり殴って攻略していく感じになります。で、なんでガブレールにしたかっていうと、なんかサイドダブルエナジーサークルとエナジーサークル、ダブルエナジーサークルか。が全部出たら面白いかな、程度の気持ちです。だから特に深い意味はないんだよね。というわけでやっていきましょう。まあ、一体ずつ処理だけど、ただね、これ翼竜がほっとくと、この HP 減少かけてくるんだよね。減少させられちゃうと、結構厳しい。なんでかっていうと、回復 M が生きないんですよね。HP を丸々減らされてしまってるんで。なるだけ。こういう状態だったら、まあ、回復効くんだけど、もう後半の方で例えばもう HP 全然大元が減らされちゃった時に回復 M がほぼ役に立たないと。それがもったいないよね。あ、そっか。こっちだから。よいしょ。はい、処理完了と。久しぶりに本当にね、サソリを無視して、しっかり殴って攻略していこうと思います。ただね、サソリ無視すると SS が打てないんで、ちょっとピンチになりやすいかなって感じはします。もうどうしようもない。ハマっちゃってる。そう、この毒もね、合計で1万ぐらいいくんじゃなかったかな。結構痛いんだよね。ほっとくと。なんか、なるはやで処理はしたいけども。なるはやく状態上回復もかけてあげたいんだけど、ここで一回じゃあ直すか。これができるのがでかい。あ、まあ、左下ミスっちゃったけど。毒ダメージが1万から5000にダウンしてると。これでかいよね。また倒していきましょう。ういっと。あとは普通にハマっていく。もうティルノノーグもね、友情ゴリゴリでいければ結構楽なんだけど、いけないことはないか、いけないことはないんだけど、貫通反射こっちか。よっ。あー、それちゃったか。まあ、多分ね、毒も直してるし、回復もしてるし。ハートが出ないクエストなんで、結構ビナーの回復自体はありがたいんだよね。いけるかな。だよね。そんな気がした。2P でガーッと削りたいな。OK。じゃあ、ステージ4やっていきましょう。あ、ちなみにね、さっきこの編成組んでから気づいたんですけど、このガブと、ビナー？ガブとビナーどっちも妖精なんで、同族がね、生きるんですよ。最初全く気づかなかったけど。あ、ミスった。あー、ひでえ。ほんとはね、上のガブに触って貫通で生きてもらえたんだけどな。そう、同族の過激がついてるんで、一応 HP は、攻撃力は、7000ぐらいは多分プラスになってると思います。7000もいってないかな？ 5、6000は絶対いってます。いやー、3ターンかかっちゃったか。そして SS が死んでいくね。マジで。一回回復した方がいいかな、これ。そう、ビナーで暴れればね、ある程度回復するんだよね。まあ、ある程度だけど。そしてここはまれないしね。そう、この回復量は嬉しいよね。まあでも、これだけだとね、石川越えもできちゃうから。
最近はね、回復 M がそこまでレアではなくなってきてる。よっ。わあ、抜けた。ちょっと渋くなってきたな。2ターンでしょ？いや、ギリじゃん。だいぶギリじゃん。倒せるか。マジ危ねえ。いやー油断ならんねえ。最近ね、本当にサソリが自動処理で溶けてってたんで、ちょっと油断してましたね。サソリが溶けてるから楽だったんだな。HP 管理もほぼほぼなしで、もほっといてもね、常時回復してたんで、サソリを倒さない状態だと、結構きついわ。いや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 そう、ここもね、ここも結構ホーミング頼りだったことに気づく。内部弱点持ってるパターンのこのウミウシじゃないか。なんだろう、この生物？マジで結構ね、ホーミングだけで溶けてくれてたんで、この4体処理とかは完全に脳死でやってましたね。やっと処理できた。はい、そしたら、ここはね、逆にやりやすい。もうはまってあげて。あ、そうか、でも回復。まあまあ、いいか、でも。いけるかな？こうか。これでいけるかな？いやー、弾かれるかな、これ。弾かれたか。残り2ターン。ちょっと渋いね。削っとこうか。うん、安定の攻略できます。よし。そしたら、ボスかな？やっていきましょう。いやー、でもホーミングに頼りすぎたな、本当に。サソリの処理ができないって結構めんどくせえ。あと SS 打てない、絶対。あ、ガブ打てそう。すげえ。だここもしっかり1体ずつ処理かな。まず処理します。ただ、ね、翼竜は早めがいいんだよね。HP の減少は結構だるい。1体残っちゃったか。そっか、電線切り来んじゃん。いやー、残ってる、まだ。もう一回減少はちょっとまずいな。耐えれない。いや、マジ危ねえ。結構ピンチじゃん。ここで倒さないと。倒すのは厳しいよな、これ。だよね。おお、マジか。あ、でも、そっか、そんな強い攻撃来ないのか、ここ。毒だけ消してあげれば、で回復 M もするし。もう危ねえ。だいぶギリギリの戦いです。油断ならんね。
でもね、ビナー回復薬としてはでかいかも、これ。ホーミングを使わないっていう選択肢であれば、むしろ強い。いやー、これやれることが少ないな。抜けれっかな。あー、まあまあいいや。初手で海牛行ったらでかい。で、このなんとか。こいつの名前毎回忘れるんだよね。オッケーオッケー。ガブリエルいい仕事する。そっか、電線切りも今無駄に痛いのか。毒直しと回復かけてあげて。あ、やっぱ回復 M でかいな。リンナーね、悪くないかも。今使っててね、嫌な感じはしない。多分友情コンボがね、今の時代に見合ってないってのが正直。それはある。それはあるんだけど、それを抜いても別に悪くはない。OK。で、覚醒かかります。この弱点だったら多分ね、エナジーサークルも多少の仕事はしてくれると思う。あ、電線切りか。やめてほしいな。オッケーオッケー。あ、ティルナノームのこのなんか壊してるこれ何なんだろう。なんかの攻撃か。とりあえず抜けていこう。さあ、ブラビッシモでラスゲやっていきましょう。お、3体同時でしょ。いやー、殴っといて損はないかなと思って。で、おいね、ガイドも出てる。これ楽だ。で、やっとビナーがね、SS 打てそうなんで、まあ、打つ必要はないかもしれないけど、一応打ちます。スピードバー、あ、まあ、単純自強化か。これ、左抜けていきたいんだけどな、多分、上はまっちゃう気がするんで、どうだ、これで。それを狙ったわけじゃないんだけどね。ここまででもご利用しか。残り3ターン。うわ、マジかよ。もういいや。ちゃんと使えば多分強いと思う。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。負けたんで、チャンネル登録しなくて大丈夫です。まあ、ほんと趣味の動画でしたけど、ビーナーね、だから使いどころにちょっと強いと思うんだよね。そのうちで来ると思うんだよ、大適性が。そこに期待しましょう。それじゃあ、バイバイ。アイテム持ったなかったな。